16世紀から18世紀まで、ウクライナの独立のために戦った
回戦いました。ウクライナの人はドニプロ川に城を建てました。シッチュという名前です。これは一番大きいシッチです。ザポロシスカシッチ。島にあります。1991年にウクライナは独立しました。ウクライナの部から3番。ウクライナの中で、キーフとリビウは古いです。これは金の門があります。金の門は1200年ぐらい建てました。これはキーフのオペラハウスです。ウクライナのゴチックスタイルです。これはウクライナのカトリックチャーチです。ポリッシュゴチックスタイルです。ウクライナはが古い建物がたくさんあります。ポストにたくさんたくさんあります。これはウクライナのトラディショナルフックで服です。V シバンカです。女の人と男の人は同じです。ウクライナのトラディショナルアドリーはゴパックです。これはウクライナの一番有名料理です。ボルシュ、ウクライナのスープです。ポストにサールとウクライナのパン写真があります。ウクライナの物価は4番です。これはウクライナのスプタです。グリーナです。これはグリゴリスコレダ、一番プレゼント、そのプレゼント、ウクライナのプレゼントです。1グリーナは4年ぐらいです。2014年の革命と戦争のともにグリーナは3倍になりました。1月旅行は2万円です。ちょっと安いです。でも肉はとても安いです。1キロは300円ぐらいです。はい、今日は終わります。どうもありがとうございます。質問はポスターパンフィッシュにお願いします。ありがとうございます。